妙なことにグレイを巻き込まないで。ん？お気づきになったか。は？拙僧がゼルフ卿のコスプレをしている方に。知るか！ゼルフ卿を愛するあまり東洋で入れてもらったこの文字、漢字のことはよく知らぬがゼルフと読むらしい。抹茶って読むのよ、それ。なんか悪いことした気が。やかましいぞ、小娘。あいつ、高慢具を操れるんだ。今さら。ルーシーを離せ。無力な囚人風情が。そこで見ておれ、拷問の拷問書。ルーシー外れない。魔風石の拘束符ですからな。打ち攻め、高速攻め、水攻め、縄攻め、足裏ペロペロ攻め、さあどうしてくれようか。あんた変態なの？誰もいないとこにお辞儀しないでよ、怖いから。足裏ペロペロ攻めにしとけ。あまり痛そうじゃねえ。いやよ、響きが嫌。どうやら拷問の何たるかを理解していない様子。え、何それ、塩水？さよう。固定した素足に塩水を塗りヤギを放つ。ヤギは塩分を求め足を舐め始める。やがてざらついたヤギの舌により皮膚が裂け肉がそがれる。それでもヤギは足を舐め続ける。永遠に。なあ、マジか。思ったより痛そうだよ。試してみるか。早く誰の差し金か言うがよい。おなごの足がなくなる前にな。この野郎、やめろっての。言っただろ、俺たちはグレイを連れ戻しに来ただけだ。何度言えばわかるか。グレイ殿は我々の仲間だ。俺たちの仲間だ。あいつが自分を信じられねえなら俺たちが信じてやる。うん、黙れ。ルーシー、何をするんだ。足裏ペロペロ攻めはやめじゃ。胴体真っ二つ攻めじゃ。いやー